コロちゃんの兄弟について立花さんの決意。男2人兄弟で育てられてきた立花さん24歳、本日はコロちゃんの兄弟を迎え入れるかどうかについてお話ししたいと思います。チャンネル登録してね。新しい家族について何も考えていなさそうなコロちゃんの茨城ダッシュで散歩がスタート。先日保護犬カフェに行った動画を YouTube に投稿したんですけど、その動画のコメント欄でコロちゃんの兄弟として保護犬を迎え入れないんですかっていうコメントが片手で数えられるぐらい来てて、そのことについて今回はお話ししたいと思います。結論から話すと、コロちゃんの兄弟を迎え入れる予定は一切ありません。いろいろ理由もあるので、私がまだ皆さんに話したことがない過去の話もしつつ言及していきたいと思います。まずは今年で13歳になるコロちゃんですが、この13年の間にコロちゃんの兄弟を迎え入れようとしたことはあるのかについてなんですけど、これも一切ありませんでした。多頭飼いしているという人も多いと思うんですけど、我が家ではそういう話は今まで一切なかったですね。そもそもコロちゃんを迎え入れるまでは犬や猫などのお世話が大変なペットって飼ったことがなくて、柴花さんに禁止されていました。ちなみに比較的お世話をしやすいペットは OK で、私が覚えている中で今まで飼っていたペットは金魚、芝生で歩いていたカメ、カブトムシやクワガタ、鳥の樹脂松を飼ったことがあります。とはいえほとんど父花さんにお世話を任せてしまっていたので無責任だったと反省しています。私も自分で言うのもなんですが、結構飽きっぽい性格で、それを見通した父花さんが犬や猫などのお世話が大変なペットは禁止にしたんでしょうね。ちなみに私が小学校2年生の時に兄花さんが猫をもらってくるという話も出ていたのですが、それも反対されて結局猫も飼いませんでした。ではなぜコロちゃんを飼うことが OK されたかというと、簡単に言うと強行突破で、あの時の自分は行動力の塊だったなと今でも思いますね。コロちゃんと出会った経緯についてはドラマ化されているので、こちらの動画を見ていただきたいと思うんですけど、ドラマでは再現されていなかったその時の裏話を話すと、何も考えずに衝動的に行動してしまいましたね。ほとんどの人が犬を迎え入れる時ってお家やご飯を用意してから迎えに行くと思うんですけど、当時の私はそのことを全然考えていなくて何も用意していませんでした。なので捨て犬だったコロちゃんを我が家に迎え入れた当日に、母バナさんと一緒にビバホームに行って、犬小屋やご飯、リードなどを一式揃えました。結局犬小屋には一回も入らなかったんですけど、それはそれでいい思い出ですね。もしかしたらコロちゃんは保護される前に狭いところで嫌な思いをしたのかもしれません。犬小屋に入らないと分かってからは、今コロちゃんがいるこの場所で生活するようになりました。だいぶ話がずれちゃってコロちゃんが怒っているんですけど、とりあえずご飯を与えます。待て、これは、はい、よし。今までの話をまとめると、もともと我が家では犬や猫を禁止されていたので、コロちゃんの兄弟を迎え入れるという選択肢はありませんでした。多頭飼いをすると1匹の時よりも社会性が身についたり、お留守番で寂しい思いをさせずに済むなど、いろいろとメリットはあると思うんですけど、いい面だけではなく、きちんと悪い面も理解しておくことが重要です。多頭飼いを行うにあたって最も注意しなければいけない点は、何といっても相性ですよね。先住ペットと新入りペットの相性が合わないと互いにストレスがたまる一方で、頻繁に喧嘩をしたり、今まで吠えなかった先住ペットが無駄吠えを始めたりします。私も知り合いに柴犬を2匹飼っているおばちゃん家があるんですけど、先住犬との相性がどうしても悪くて、中と外で分けているみたいですね。新しく飼った犬と先住犬の相性が良くない場合は、1匹で心地よく過ごしていた先住犬にとって、せっかくのお家が居心地の悪い空間になってしまいます。コロちゃんの場合は比較的おとなしい性格で、ドッグランなどに連れて行くとおとなしいワンちゃんたちとの方が仲良くなりやすいみたいです。今は何をしているかというと、おそらくご飯が落ちていないか探してますね。そういったやんちゃな部分もあるんですけど、新しく飼った犬が飛びかかったり追いかけ回したりすると、これまで静かに暮らしてきたコロちゃんにとってはストレスになると思いますね。
それと多頭飼いを行う場合はできるだけ2頭の年齢差が少ない方がいいと言われていて、年齢差が大きいと先住ペットにかなりの負担がかかります。コロちゃんの場合は運動量も多くて身体能力もかなり高い方だと思うんですけど、中には10歳を超えたら散歩に行きたがらなくなってきたというワンちゃんの話も聞いたことがあります。コロちゃんは13歳で元気とはいえ、私も無理はさせたくないですし、身体面だけではなく精神面にも少なからず負担がかかってしまいます。新しい子が来てから先住犬が日に日に元気がなくなってしまうケースや、新しいペットを迎えて間もなく先住ペットがなくなってしまうという最悪のケースもあるみたいなので、そのような事態を避けるためにもコロちゃんの兄弟は迎え入れません。年齢差が少なければ結果的に相性が良く、まるで本当の兄弟のように遊んでくれることが多いみたいですね。ちなみに私は兄花さんと年齢が4つ離れていて、小さい頃は喧嘩ばっかりしていましたね。続いてはコロちゃんと、もしも兄弟を迎え入れた時のシミュレーションをしてみたいと思います。はい、コロちゃん、今日から新しい家族ができました。ラブちゃんです。コロちゃん、お姉ちゃんになるんだよ。仲良くできるかな、コロちゃん。コロちゃん、コロちゃん早速お世話してるの。お姉ちゃんになったらどうすんの、コロちゃんは。コロちゃん、何してんの。あ、コロちゃん、ほら、やったね、あんた。コロちゃん、ラブちゃんの大事な怪我。コロちゃん、コロちゃん、お姉ちゃんだよ。そんなんでいいの。ワンワン、守ってるんだ、ラブちゃんのこと。守ってんだよね、悪い子しないもんね。カラちゃん、コロちゃん、新しい子が来たらさ、こうやってお世話してあげないといけないからさ、こうやって橘さんがラブちゃんのお世話しないといけないじゃん。そういう時コロちゃんはおとなしくしてるのが。あー、コロちゃん、はい、ラブちゃんね、ご飯食べましょうね。お姉ちゃんはね、こういう時待ってるの。ラブちゃんはちょっともぐ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 。コロちゃん、そうやって横取りしちゃダメでしょ。コロちゃんには後であげるから。ぐもぐも。あーあーあああ、コロちゃん、横取りしない。横取りしちゃダメでしょ。それはラブちゃんのだよ。ラブちゃんのこと寝かしつけるから、コロちゃんはさ、おとなしくしててよ。コロちゃん、ガー、コロちゃん、ラブちゃんのことお尻で踏んづけない。はい、ラブちゃん寝るよ。ねんねんコロリよ、おころりよ、ラブちゃんは良い子だ、ねんねしな。コロちゃんに弟か妹ができたら、こうやってすごい動くけど大丈夫。コロちゃん、こんなおとなしくないよ、相手は。ほら、こうなっちゃうよ。泣かないで、泣かないで、コロ。コロちゃん、3匹目飼っちゃったよ、コロちゃん。多頭飼いも大変だね、これ。みんなのこと世話しないとね。あ、ウサちゃんが泣いちゃってる。よしよし、よしよし、よしよし。ね、泣かないの、泣かないの、コロちゃん。コロちゃん、コロちゃん、じゃあウサちゃんの面倒見てて、ほら。はい、じゃあその間にラブちゃんの面倒見てます、コロちゃん。全部コロが面倒見てくれんの？私だけ見てって、ね、ってこと。あいこちゃん、みんなでヒーターで温まろっか。つけるよ。よいしょ。温かいね、コロ。ね。ラブちゃんもほら、頭にな。くる。私も撫でてって。でもラブちゃんのお世話もしないといけないからね、ほら。ラブちゃん、ウサちゃんの世話もしないとな。ほら、ウ
さちゃんも頭にな、これ。コロ、偉いね。みんなに譲ってあげて、場所。偉いね。私も撫でてって入ってきたの、コロ。かわいいな、コロ。相手がぬいぐるみだとやっていけそうな気もしなくもないですが、実際にはこれに感情や動きが加わりますからね。嫉妬深いコロちゃんは他の子たちのお世話をする橘さんに耐えられないかもしれません。ここまでコロちゃんにはいろいろ助けてもらったので、最後までたくさん愛情を注ぎたいという思いもありまして、今後このチャンネルにコロちゃんの兄弟が登場するという可能性は残念ながらありません。13歳になるコロちゃんの身体面や精神面も考慮して、これからもコロちゃんの生活を見守っていきたいと思います。もちろん保護犬たちを助けたいという気持ちはあるのですが、コロちゃんのことを第一に考え、家族に迎え入れるのではなく、また別の形でサポートしていきたいと思います。ほらコロちゃん、もやっとボールでほら取ってこい。私が小学生の時に土曜の夜に見ていたテレビ番組は IQ サプリなんですけど、それに登場していたモヤットボールによく似たボールで遊んでいきます。コロちゃんは13歳になるとは思えない軽やかな動きで、モヤットボールを頭からかぶっても大丈夫そうですね。なんでコロちゃんがこんなに元気なのかよく聞かれるんですけど、思い当たる節が3歩ぐらいしかなくて、昔から犬は野山を歩き、時には全力で走り生活してきましたからね。毎日の散歩は大好きな飼い主さんとの絆の確認でもあり、家族の一員であることを実感させてもらえる大切な行為です。つまり散歩は生きることと同じぐらい重要ですね。仮に2匹お散歩するとなったら、コロちゃんの散歩時間も削られる日が出てくると思うので、そしたらコロちゃんはしっとり狂って今以上にダッシュするかもしれません。鬼は外。おおふわうち。おおわい、節分を楽しんでいきましょう。コンパクでーす。これ美味しい。ほろ酔いクリームソーダサワーイチゴ。買ってきた恵方巻きでーす。イワシも食べます。今年はどっち向きだっけ。ここで合ってる。具材たっぷり、はい、いただきます。今年も毎年恒例の恵方巻きを食べました。先日 iPhone15 を手に入れた母花さんが、教えてもいないのにコンパスのアプリを使ってて、今年は正確な恵方を向いて食べることができました。地域によっては節分にイワシを食べると思うんですけど、我が家ではヒイラギの枝に焼いたイワシの頭を刺して玄関に飾ります。あー食べきった。ぬいぐるみたちと一緒に寝るコロちゃんで今日はお別れです。ぬいぐるみが撫でられていると、私も撫でてよとコロちゃんが手を出してきました。背中に乗せると邪魔そうな顔は一切せず、うっとりしていました。これからぬいぐるみが増える可能性は全然あるので、その時は温かく迎えてあげてください。次回もまた見てくださいね。じゃんけんチョキ。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今年は今回のような語り動画も作っていきたいと思っていて、昔は口頭で語る動画が多かったのですが、映像に動きが少ないのでアフレコで語ってみました。お父さんは次に語ってほしいことって何かありますか。お父さんはやっぱり物価の高